はい、どうもです。今回はですね、前回に引き続き沖縄にいるんですけども、ついにね、夜になりましたということで、大うなぎを狙いに行きます。まずですね、大うなぎを狙う仕掛け、どうやらファミチキで釣れるらしいんで、まあ、ファミチキ、まあ、ローソンがあれば、違うわ、ファミマがあれば、ファミマちょうどある。反対車線やな。ファミマがあれば、ファミマでファミチキ買って、ローソンがあれば、まあ、L チキとかでもいいのかな。セブンって何だったっけ？もうなんか、島チェーン店のコンビニないからさ、セブンの情勢が分かってないんだけど、7チキね。どのコンビニもあるだろうから、適当に買っていこうと思います。いや、実はね、1年前に沖縄来てて、で、その時も大うなぎ2日間狙ったんですよ。で、2日間狙って、何の成果も得られませんでした。ということで、今回リベンジでございます。できれば1メーター50センチぐらいの超でかい、巻物大うなぎを食べたいなと。やっぱ、うなぎ、立ってるよ、あの人。沖縄に来たらさ、夕日眺めながらさ、オリオンビール飲んだりさ、ダイビング行ったりさ、いろいろしたいところであるんですけど、朝からずっと撮影してるだけですね。大うなぎが取れたら帰れる。取れなかったら？取れなかったら朝までや。からの延泊やね。いやでもマジで取りたい、大うなぎは。あれ、泥抜きせずに前食べて、あんま美味しくなかったんですけど、今回は泥抜きして最高の状態で食べたいと思う。絶対うまい。じゃあ、ファミマ探そう。コンビニが反対車線にずっとあるっていうね。あ、ファミマあったぞ。ファミマ冷めそうだな、こっからだと。まあ、別に冷めてもいいだろうけどね。大うなぎとか絶対舌敏感でしょ。冷たいものしか食べたことないから、冷たい方がいいでしょ。絶対視覚過敏だもん、あんな冷たいものしか食べたことない人たち。人たち人着いたぞ、ファミマ。じゃあ俺買ってくるわ。何個いる？俺が食べる用と、いる？食べる？いや大丈夫です。大丈夫。行ってくるわ。ファミチキとスパイシーチキン買ってきたわ。すごいよ、今のコンビニ。エッグマフィンとかパンコーナーがあったわ。島と一緒や。はい。ということでね、スパチキとファミチキを買ってきました。うまいな、これ。もしかしたらやけど、大変な事実に気づいてしまったかもしれないんだけど、もしかすると大うなぎより美味しいかもしれん。ファミチキの方が。じゃあ行きますか。オギのカフェラテはないよ。ひどっ。自分だけですか。シェアする？お、シェアしていいですか？ダメです。スパイシーチキンです、今回は。行きます。海藻みたいなのが釣れてる。逃げたんじゃない？はい、ということで夜の川にやってきました。ちょっとマジで大うなぎ取りたいな。ていうかもう上から見えてたんですけど、ちょっと大うなぎいるんで、そいつ狙っていきましょう。カメいるんだけど、何ガメだろう。取れるかな、これ。寝てるよね。やったー、ゲット。何ガメなんだろう、これは。あ、緑ガメっぽいな。食べる？緑ガメ食べたことないんだよな、確かに。カメ手で取れるんだ、夜ってすごいな。ここだったらサバイバル余裕で何日でもできるな。返してあげよう、こいつは。ちょっと待って、やばい。世の中こんなゴミが落ちてることあるんやな。見て、仕込みじゃないですよ。トランペットが落としてある。すごいね。意外と重たい。なんかさ、昼間もそうだったけどさ、沖縄川にゴミを捨てる人がいるんだろうね、ブレイブボードとかトランペットとか見たことないもん。島だと地位的に捨てられてる感じがする。今度はまたすごいのが落ちてるよ。これこんなメカニックなやつ、テレビかなこれ。もともと今回ゴミ拾える装備が全くないんで、拾いはしないですけど、絶対捨ててる人いるね。悲しいな。なんかこんな浅瀬でさ、こんな捨ててるってことはさ、なんかちょっと深いさ、下が見えないドブの川とかさ、どうなってるんだろうね。多分自転車とかいっぱい捨ててあるんじゃないかな。ここは物干し竿もしてるよ。物干し竿だな、すごいな。ティラピアいるけど深いな。あれは絶対取れんわ。うわ、ちっちゃいのいるわ。ちっちゃ、こんなちっちゃいオウナギもいるんだね。これ普通のウナギやな。これでオウナギでかいんでったら最高だったのにな。あ、ここにもいるわ、ちっちゃいの。やばい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 。はい、取れた。あ、よし、取れたぞ。ちっちゃいけど簡単に取れるな。うわ、まだ普通ウナギやな。もうちょい大物探していこうか。うわ、網目がちでかすぎて何も入らん。いる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 。あそこあそこ、これ取ろう。こっち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 はもう何も逃げ場がないぞ。追い込んでいこう。よいしょ、取れた。すごいな、めっちゃ暴れてる。出ました、これです。
これが大ウナギですね。沖縄特有のめっちゃでかいウナギがいるんですけど、それですね。これまだまだでかいのよ。3倍ぐらいになります。もうちょいでかい狙いたいな。もう1匹いる。これ手でいけんじゃないか。やばい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 。めっちゃヌメヌメしてる。だいぶ弱ってるね。ちょっと本当はもっと大きいのを取りたくて、今1時間ぐらい捜索したんですけど、ちょっといなさそうなんで、まあ一応取れたということで帰りましょうか。どんな味がするんやろうな。なんか泥抜きした状態でまだ食べたことないんで、めちゃめちゃ楽しみ。島に帰ろう。はい、ということで島に戻ってまいりました。とクーラーボックスのまま生かしたまんま持って帰ってきました。はい、こんな感じでね、生きております。かわいいな。めっちゃ元気よ、まだ。ほらほら、だいぶ元気、うん、一応ね、フェリーって車乗せるんで、フェリーに車乗せて沖縄まで行って、で、沖縄からそのまままたフェリーに車乗せてこっちに持ってきたって感じ。うん、意外と車乗る、高いけど。ということで今日はですね、大ウナギですよ。一時期はテレビでね、あの伝説のとか幻のとかね、いろんなね、タイトルが付けられてやられてたんですけど、沖縄にいたらまたお前かってぐらいね、たくさんいる。場所によっては幻なのかもしれないですけどね、めちゃめちゃいます。ただ僕の釣りの腕がないんで、なかなか釣れません。ということで今日はですね、そんな大ウナギ、こちらをですね、さばいていこうと思います。で、ちなみにね、大ウナギにしてはまだまだね、小さいサイズで、本当に大きいサイズになるとこんぐらい、太さがね、太さがこんぐらいになる。この大ウナギは可愛い方ですね。で、ちなみにね、2週間泥抜きしました。もう相当匂いが消えてるはずです。まあパッと見普通のウナギと変わらないんですけど、表面の模様が大ウナギ独特のヒョウ柄っていうんですかね、ヒョウ柄っぽい模様になってます。なんで普通のウナギとは完全にね、別の種類なんですよ。じゃあね、こちらの大ウナギ、おー、全然まだ元気や。2週間何も食ってないのに。で、ここからね、締めていくんですけど、昨今の YouTube は規制が厳しいです。あの、締めてるシーンはね、見せられないんで、ここから締めて、締まった状態で出てきます。せっかく生かして持って帰ったんで、元気なところを見ておきましょうか。重いよな。うわ、マジで重たい。手で持つの無理やな。おー、無理やな。おー、無理やな。無理やない。やばい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 。こんな感じでね、結構大きいんですよ。1メーターぐらいある。逃げる逃げる。じゃあ閉めましょう。ちなみに閉めてもまだ若干動きます。ということで大ウナギ閉まったんで、さばいていくんですけども、大ウナギさばくとき一つ注意点があります。毒があります。はい、で、まず大ウナギの粘膜、表面ヌルヌルのヌメヌメがついてるんですけど、これ毒あります。このヌメヌメを触った後に目とか触ると良くないです。はい、プラス普通のウナギもそうなんですけど、大ウナギの血はね、毒があります。それもね、まあまあやばい毒ですね。ワンちゃん死ぬぐらいやばいらしい。で、俺の友達も前半生の大ウナギ食ってたんですけど、一瞬で10キロ痩せてた。そんぐらいやばい。ただまあこの2つともね、あの毒あるんですけど、火通すと食べれます。なんでウナギとかね、大ウナギ食べるときは、ね、火を通してください。これが注意点です。ということで早速さばいていきましょう。はい、そしたらまずぬめりを落としていきます。ちょっとね、動く動く、ちょっとバンされそう。あの、ちゃんと閉まってますよ。死んでますよ。やばい、目に入った。粘液はやばい、失明する。やばい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 、やばい、粘液めっちゃ散ってきた。やばいやばい、これはやばい。怖っ。大丈夫これ。気をつけましょうね皆さん。焦った。優しくヌメイトルしないと目に入ってきます。まあ、粘液ならまだ大丈夫でしょう。血は真面目にやばい。血が口に入ったら確実に腹壊す。じゃあ洗い流していきましょう。はい、それではですね、ある程度ぬめりが落とせたところで下ろしていきましょうか。もう頭いらんやろ。硬い、めちゃめちゃ骨が硬い。じゃあお腹開いていきます。お、あったね。これ大ウナギの肝ですね。で、ウナギの肝は美味しいんで、大ウナギの肝も美味しいと思う。なんで食べます。でもなんか内臓が全部ひっついてるな。肝だけ取るのがむずいぞ。肝めっちゃ美味しそうやん。もうこれはプラシーボ効果なのかもしれませんが、手がめっちゃヒリヒリしてきてる。大丈夫かな。はい、こちら肝、これもね、焼いて食べていこうと思います。で、ここ血合いがあるんで、血合いも落としていきましょう。うわ、この血が危ないよ。じゃあ血を洗い流していきましょう。じゃあ肛門の位置で切り落としましょう。これね、骨がめっちゃ硬い。
頭側の身を開いて炭火焼きにしていこうと思います。まあね、うなぎの白焼きが好きなんですよ。うなぎの白焼きにします。なんかウツボと一緒やな、これほぼ一緒や。もう違うのはうなぎっぽくするために背びれを残してさばこうとしてるところ。はい、できました。意外と真っ白で綺麗な身ですねって言いたかったんですけど、そんなに真っ白でもない、川魚って感じの色味してますね。で、これエラがあるんでエラは切り取っていきましょう。なんだこれ、めっちゃ骨入ってる。ここに反対側も切っていきます。で、ここまで来たらね、もう見た目はうなぎですよ。ただ今回さばいてるのは大うなぎなんですね。で、大うなぎね、前回食べた時一つ厄介だなと思ったのが、皮がめちゃめちゃ硬い、皮目がめちゃめちゃ臭かった。でももちろんね、泥抜きしてなかったから臭かったっていうのもあると思うんですけど、結構ね、皮が厄介な魚なんですね。なんですけど、まあ、今回はせっかく泥抜きしたんでね、皮ごとね食べてみようと思います。まあ、なんでね、僕は皮使いますけども、まあ、ご家庭で調理される時、皆さんね、皮は剥いでそこからね料理した方がいいかもしれません。これでね焼いていきましょう。で、これをね白焼きにしていこうと思います。まあ炭火焼きですね。ただね、炭火焼きは結構気体薄めの、あんまり美味しくない可能性が高いんで、他の部位はですね唐揚げにしていきます。一説によると鶏肉っぽい味がするってね言われてたんで、唐揚げが美味しいかもな。もうね、切ってる感じでね分かると思う。うなぎってさ、すごい柔らかいじゃないですか。大うなぎは硬いですからね。出刃包丁で切ってるから切れるように見えると思うんですけど、よく家庭用にある三徳包丁ですね。これはね、まあ、あの家庭並みの切れ味です。これですからね、普通に切るとほら皮が硬いんですよ。2回じゃ切れない、3回、4回でようやく切れる。で、ラストね、尻尾の方は骨付き唐揚げにしましょう。もうぶつ切りです。切れるかな。すごく粘液が顔に飛び散ってきてます。怖いです。明日腹を壊さないでしょうか、僕は。 OK。 はい、そしたらこちら炭火焼き用に塩を振っていきましょう。沖永良部島はね、うなぎ屋さんがないんで、すごくね、うなぎが恋しいんですよ。ただ、ないなら自分で作ればいい、そういう発想ですね。うまいんかな、この肝。うまいといいな。肝はこれ串に刺して焼いていきましょう。これうなぎじゃなかったら生でいってるな。危な、絶対うまいわ。はい、いいでしょう。で、これ焼いていきます。あっちの部屋行きますか。うわ、明るじゃあ焼いていきましょう。ほんでドン、もう焼けてんじゃない。まだ早いな。だいぶ縮んでるね。熱々熱々熱々、反対も焼いていきましょう。半生やと腹壊しますからね。じゃあ2品目ができるの待ってる間に唐揚げを作っていきましょう。もう大うなぎの唐揚げ、今回初めてなんでめちゃめちゃ楽しみですわ。伊勢関西弁とかやることあるんですけど、山口県出身で東京の大学に通って、今は鹿児島にいて、もうね、方言がぐちゃぐちゃになった末に、なんかちょっと関西っぽいイントネーションになることがあるっていうね、あの方言が渋滞してるんで許してください。ね、意外とね、島はね、関西から移住してきてる人がね多い。で、これでちょっと味染み込ませて唐揚げにしていきましょう。はい、そしたら15分経ったんで片栗粉をまぶしていきます。めっちゃうまそう。やばくない？絶対うまいな。いや、3年前ね、初めて食べた時、泥抜きすら知らずに食べたのが申し訳ないな。プレコはあんま美味しくなさったけど、大うなぎはちゃんと美味しそう。これは期待できますね。セット。じゃあ油を入れていきます。じゃあ入れていきましょう。おお、びっくりした。半生やったら腹壊すのは怖いですよね。いいかな、ちっちゃいやったらいいだろ。もう、あ、うまそう。はい、それでは完成しました。いただきます。いやー、大うなぎの白焼きね、どんな味なんでしょうね。食べてみましょう。いただきます。これ焼けてるか、怖いな。こういう食感なのか、怖いからレンチンしようかな。
ちょっと怖いんでレンチンしてきました。おお、食感としては半生の鶏もも肉みたいな感じでしたね。怖い、半生の鶏もも肉の食感は怖い。高菜ってそんな食感じゃないもんね普通と。レンチンしたんでそれを食べていきましょう。いただきます。ああ、なるほど、そういう食感なんですね。想像と違う食感が来たからびっくりした。うなぎとは全く別物ですね。鶏もも肉を水っぽくしたような食感、火通しても半生の鶏もも肉みたいな感じ。昔ね食べた時はもう本当にドブの味しかしなかったんですけど、臭みはないね。ただ別に美味しくはないな、うん、あんまり味もしない。はい、そしたらこちら肝食べていきましょう。なるほどね、これは面白い味ですね。かなり癖がある。なんか匂いとかはサザエの肝とかに若干近いような、なんだろうな、貝の肝みたいな味がする、うん、ちょっと生臭いような。でただ旨味が半端じゃない。噛めば噛むほどとんでもない旨味が出てきますね。匂いに強い人は好きだと思う。普通に美味しい。さてちょっと唐揚げがね本当に楽しみすぎてやばかった。手でいっちゃいます。いただきます。めっちゃうまい。これコラーゲンのある鶏の唐揚げ食べてるような感じ。ほんと鶏肉の味にすごい近いですね。うなぎ自体がそんな味があるわけじゃなくて若干の泥臭さがあるし、皮がすごい硬いんで、白焼きとか味の薄い料理で食べるとずっと噛まなきゃいけないのに口の中になんか変嫌な匂いが出てくるっていうね、あのちょっと不愉快な味だったんですけども、唐揚げにするとそれが全然なくなる。逆に食感が良くて匂いとか全く気にならない。でなんか唐揚げにすると旨味を感じる。うまい。骨付きもいこう。ちょっと微妙ですね。ちっちゃい方がちゃんと水分が抜けて身が引き締まってて美味しい。骨付きはなんかベチャベチャしてる身が。これはうまいわ。はい、それではごちそうさまでした。いやー、大うなぎリベンジねできてよかった。よかったね、よかったわ本当に。もう朝2時ぐらいまで撮影してて、せっかく沖縄に来たのに撮れないんじゃないかぐらいのね感じあったんですけども、いやーよかったね。食感が面白い魚なんで、やっぱ唐揚げがね美味しかったね。普通にめちゃめちゃうまいぐらいのレベルで美味しい。まあ、欲を言えばちょっと水っぽいんで水分抜きの処置をして、そっから唐揚げにした方がねもっと美味しかったかもね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは